やりたいことと本業との兼ね合いってことですね。やりたいことと本業との兼ね合いどうしたらいいですか、ね、まず大事なことは何ですか。大事なこと診断会で教えていただきましたよね。何と何ってこう並べてやりたいこととやるべきこと違う違う違うやりたいことを普通は何に例える。やりたいことは生きがい。やりたいことがなぜ生きるか、そして本業はどう生きるか、ね、こうこの話をしたらだいぶ分かるでしょなぜ生きるかとどう生きるかをどう兼ね合いしていけばいいかと、どう兼ね合いをしていったらいいですか。なぜ生きる 100% でどう生きる 0% だと生きていけない。生きていけない、うんね、なぜ生きるかのためにどう生きるかがあるんだ。本業をねやっぱりちゃんとやらなくちゃいけないんです、うん、本業はやらないといけない、うん、だけど本業だけで終わってしまうのは、うん、それは意味がない、うん、本業をやって一生懸命時間を作らないといけないんです。やりたいことはいろいろあるかもしれないけど、やっぱり本業がきちっと回るようにして、そこでできた時間でなぜ生きるかに当てるわけです。だから一番の目的はこのやりたいことをやりたい、でもねどう生きるかも必要なんです。どう生きるかをおろそかにしてやりたいことだけやっていたら、生活ができなくなる。だからそこはやっぱり自分がね、やっぱりこうちゃんと回っていくように時間を取っていく必要があると思うんですね、だからこういうこともやりたい、ああいうこともやりたい、でも本業がきちっと回るようにしないといけない。でも本業だけやってればいいってことじゃない。なぜ生きるかのためにどう生きるか。なかなかだいぶ前によく聞いてきた。そう目的があって手段がある、分かりました。はい、分かっていただけた。これはもう古くね、もう本当何回も聞いてきたことなの、これ以上言わなくても分かると思います